東京の新宿にある専門学校のテニスクラブの夏の合宿でね男子部員が「あのさここから少し行ったところにさ大きな木があるんだけどねその木で昔さこのクラブの先輩が首吊りしてさそれが今でもさ」って話し始めるとそこにいた女子部員で「まあ、仮に愛子さんと引けましょうかね」彼女が「やだ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 やめてよねそんな話」って言って止してしまったんですね。 その向きになった様子がおかしいもんですからね。男子部員の一人が、へえ、面白そうだな。おい、肝試しに行ってみようか。って言うと、別の一人が、そうだよな。島潰しいいよな。って言った。さてまあその日、夕飯が終わった。これと言ってやることもないまま、あれこれしているうちに時計が9時を回ったんですね。と、誰と話しに、おい、もうちょと切ってみねいか。っていう話になった。 で嫌がる愛子さんを「大丈夫だよみんなで行くんだから怖いことなんかないよえそんなもんでるわけないじゃないか」と言って、まあ、半ば強引に連れ出したんですね月明かりの下男が3人女が2人金の間を抜ける道こう歩いていくんですがね季節は夏末盛りの8月の初めなんですが新酒の夜は虫は鳴いてるし時折吹き抜ける風もひゃんたたに冷たい。 もう秋の気配が漂ってるんですねしばらく行って脇道に潜れてなだらかな山道上がっていくと景色が開けたうっそうとした夏草なんですがその向こう夜空を背景に長く黒い枝を伸ばしている大きな木があるこれが何とも不気味なんですよねおいあれがああ何だ怖そうだなあどうする行ってみようかあ行ってみようかって言って5人が その木に向かって歩き始めた。と、今まで騒がしく泣いていたその虫がピュッと泣き合うんだあたりシーッとしまったもんですからね、なんだか妙に怖くなってきた。で、この太い木の幹を囲むようにして、5人が立って、ふーっと見上げると、重なり合ゃったこの葉が、深い天井のように覆いかぶさってきて、暗い闇作ってる。みんなただ黙って、じーっと見上げてる。 一人はふっと「なあ先輩が首をつったのってどの枝だろう?」って言った他のみんながドキッとしたと突然「いい枝の一本が音を立ててたわんだ途端に愛子さんが「ジャー」悲鳴ってひめ上げた「ャー」あー「 悲鳴止まんないんだ。さすがにみんな怖いもんだから慌てて逃げたわけだ。早足で走りながら一人が愛子さんに「おい切れタたわんだぐらいでもって何度もあんな悲鳴あげるんだよ」って言う太子さんが血の毛のうつった唇をふらせながら <laughs> だ「だって首をつった女の人が枝からぶら下がってんのが見えたんだもん」って言った。と別の一人が「えん、首吊りした先輩って女だったのか」って言った。と闇の中で やめてよねそんな話」という女の声が一人一人が「おい今の声誰だ?」って言っ,ったとみんなが「うわ!」って逃げ出したっていうんですよね。